また会えたね。まだハートの鱗をもらった。モンスターボールセット。よし、とりあえず探索を最後まで行ってしまおう。こっちは？バトルに飽きたらバトルサービス。逆さ。オカルトマニアがいる。型破りって知ってる？結構いいんだよね、型破り。パソコンか。博士の開発した世紀の発明、逆さ？タイプ相性を逆さにしちゃう。うん。なるほど。難しいですね、ここは。ただでさえ相性を覚えきれてないっていうのに。逆さまにしてしまうんですよ。一回やってみようか。店長の逆さ。ツバメ。ってことは、雷とかがダメなんだよな。ちょうどいい、キミーだよ。草攻撃は、虫攻撃は効きにくいはず。おりゃー、効果は抜群だ。次はソルロ。これは岩だから、岩は飛行とかいい感じかな。翼で打つか。翼返し、え、ツバメ返しだ。混ざった。そう、翼で打つ忘れたんだ。抜群だ。自信、効果は、てか自信強すぎだろ。まだ序盤だぞ。覚えてる技が、あれ、命が削られたって。翼で撃つ。抜群だけど全然効かねえ。アイアンヘッドはなんだ、水の方か。岩はノーマルが効きにくいから、ノーマル技ならいいの。頭突け。いや、てか単純に相手が強いんだけど。ソルロック勝手に死んだ。こっち行け。抜けに、なんか天使みたいになってる。抜けに虫かな。虫だったら悪がいいんじゃね。効果がないようだ。ゴースト消えられてしまった。雷の牙。後ろから来た。いや、強すぎだろ。そうか、悪か。リーフブレード。はい、一発だ。ふう、よくわからなかったぜ。ボコボコにされた。ナイスですね。ハバンの実。
1日に何度も使えないぜ。ボコボコにされた。回復しとこう。回復回復。よし。近接シティは広いな。まだまだあるよ。何や？ダンス。究極の技のレッスン。覚えられません。炎のリザードン、爆風馬車もゴーガザル、演武王。いわゆる御三家たちだね。まだ進化してないからダメと。まずは教え道場にいらっしゃいませ。まだ懐いてないっすね。結構一緒にいいんだけどな。ここは誰もいない。自販機だ。美味しい水。レストラン。バトルフードコート、近接キッチン。これ、あんまお金がないんだよね。てか人いっぱいいるな。初めてですよ。カウンターでメニューを注文。椅子に座って料理を待つ。ここでポイント。他の人が勝負を仕掛けてくる。返り討ちにしなきゃいけないんだ。ビレッジサンド。まあやってみようか。木の実が苦いかも。王様がいるんだって。うめえ。マジうめえ。今日は座れたよ。今日はなんかしょっぱいな。ハーモニー。いいこと教えてあげる。間に合えばいいの。ぴったりじゃないとダメなんじゃないの。誰にも邪魔されず。うめえな。うめえよこれ。プリムって四天王いるだろう。ちゃんぽん食べてるの見たことあるんだ。あいつの因縁うちにな。テイクアウトできないのかね。バトルフードコートとも呼ばれているんだ。いっぱいいる。3時間並んでるけど食べれるのかな。今から並ぶの売り切れちゃうよ。割り込みしたんじゃない。お前と話そうとしたんだ。こいつかな。まだいる。飯が出てくるときってよ、変な鉄の蓋に入ってるだろう。今日は何を食べようか。スタッフオンリー。まあ頼んでみよう。1000円結構高い。シングルバトル好きのお子様来いよ。出来上がりターン数は5。来た。その椅子僕が狙ってたんだぞ。トリカマグマックっておい火じゃん。1ターン目。池雨。どれぐらいのダメージ取るかが分かんないのが怖いんだよな。焼き尽くす。結構食らうな。とりあえず電光石火で微妙にダメージを与えよう。硬くなる。3ターン目。焼き尽くす。4ターン目。
よし、次バブル光線で耐えろよ。耐えた。フィニッシュ、5ターン目だ。効果は抜群だ。いい感じじゃないかい。いい姿を抜いていく。負けたものは仕方ない。呼び出しベルが鳴っている。お待たせしました。ちょうど美味しいタイミングに来てくださってありがとうございます。金の玉、略して金玉が手に入った。今回も金玉おじさんいるのかな。いやー満足だよ。おまけの方が満足だよ。多分5000円で売れるんだろうな。テレビナビって知ってるかい。知らないうちに自分が番組に出てたりするんだよ。知らないうちに出られるのは困りますね。ちゃんと許可取ってからにしてくれます。銭湯自転車屋発見。サイクルショップ風野さん。これを見て随分元気そうなお客さん来たの。わしは風野のサイクルショップのオーナーさん。どこかどこからやってきたのかい。ふむふむ、なんと目白タウンから。おお、君に自転車をあげよう。2タイプあるんじゃ。マッハ自転車とダート自転車じゃ。両方くれよ。速度かなあ。後でもう一個もらえたりする。あ、交換か。じゃあ後で確認に来よう。いいおじさんだな。奥の部屋に解説書がある。ダート自転車もウィリー。ぴょんぴょん跳ねることができるんだ。ジャンプ。でこっちがマハ自転車。走り方。止まるコツ。うんうんうん。砂の坂。ああなるほどね。とりあえずマッハでいいか。で道具登録しとこう。自転車。交換券とかいらないんだな。出ちゃうね。優しくいたわってあげなきゃねっと。またなんかあるぜ。バトル検定トライアルハウス方面。誰かいる。ちょい上手い軸ですぜ。こいつを受け取ってバトルレコーダー。施設での勝負を記録ができるんだ。1台2万円の代物ですがね。客引きのためにくれてやるぜってことか。チャンピオンを超える。つまり世界にはチャンピオンを超えるトレーナーが数多くいる。近接にはね、ポケモンの技をしても3つもあるんじゃ。よっ、習ったこと全部出し切ってもなかなか難しいんだな。これが、こっちはシングルバトルの成績はありませんって言われた。あなたのバトルを信頼しちゃいます。まず通常のバトルに。全てのことを終わらせてからね、クリアしてから来いってことか。だいぶ遠いな。じゃあこれするの。エレベーター。テレビ局行ってみるか。ようこそテレビ近接でございます。すべてこちらのスタジオで撮影編集をしております。見学はご自由にどうぞ。ポウエンジャーって知ってる。知らないよね。ご当地ヒーローかなだったんだけどねって。
うんうんうん、お土産焼きに行けばフィギュアとかあると思うよ。近接のマスコットキャラクターテレキンちゃん、これかホーエンジャー。大きくなったらテレビ出るの。学校の社会科見学、トレンドシュートの司会の兄さんどこにいるかな。すれ違い通信、努力してますか。してる。 PSS について通信ボタンを知ってるかいって。グローバルな視点を持たないとね。ピコンピコン、テレビ並みにお知らせボタンが出てる。最新ニュースチェック。突撃秘密基地、ドキドキコンテストライブ、幻探検隊。ここは開かないみたいだね。おや、見学会、機材には触っちゃダメだぞ。これなんだろう、これなんだろう、触ってみよう。なんだ、今撮ってないのかよ。意外になんもねえな、ここ。なんか面白いイベントがあるのかと思ったら全然そんなことはなかったぜ。すべてこちらのスタジオ、スタジオ一つしかなかったけど。もう一通り回れたか？2階行ってみる？んだよ、ジロジロ見てんだ。俺はここで芸能生。なんでもねえ、忘れてくれ。ゲドセクトを手に入れるチャンスがあるのか。リス、本物のポケモンがいるのにこれに乗る人いるのかな。メンテナンス中。見てみんさい、ツバメはへいの。ここだ。ゴールドスプレー。だほだほ、あいだほ。おお、待て。わしはもう年やけんね。なかなか体は動かせんばい。散歩代わりにぼちの卵を遊ばせとるんよ。少し前まで学生でさ、よく授業サボりに来てたんだって。社会人になってまでサボりに来てる人は少ないよね。誰か来た。はい、手を出して。手に持っちゃった。それは今から君のもの、金の玉、おじさんの金の玉をもらった。おじさんの金の玉、有効に活用してくれ。おじさんの金の玉だからね。やっぱ金玉おじさんはいつでもいるんだ。彼女たちならコンテストライブの新しいスターになれるかも。ほう、なかなかの逸材。もうプッシュしてくれて構わんよ。あたいも参加してみっかな。ガビガビ。マジっすか先輩、何でも怒ってくれるんすかね。エリートトレーナーになってお祝いだろ。コイル焼き。いつまでもうちみたいなと付き合ってねえでエリートトレーナーでいられねえだろ。同じだ。それでてめえともお別れだ。今日オフなんですけどね、明日のこと考えるとやるいなみたいな。ゴージャスボール。おばあちゃん、おせっかいベベーからモノモス、いつでも人には親切に。雲を眺め、じゃなかった、空を眺め雲を追いかける。それだけでポケモンに乗って大空を駆け巡る自分を想像してしまう。たまらねえ。ちょっと聞いて、僕ね、
猿、超有名音楽家が作ったメトロノーム持ってんの。1000円で譲ったってもいいよ。いただこうか。大きにタダであげてもいいんやけどね。社会ってそういうもんちゃうねんから。ちなみに僕が超有名音楽家ね。すめめポケモン好きか。おう、マジで好きだ。愛してる。マジで愛してる。ポケジャラシ、ポケジャラシ。さあここから降りよう。どうやったら2階に入れるんだろうか。一周行けたかな。行けたっぽいな。よし、じゃあジム行くか。何ジムだ。近接ジム。鉄線電撃親父。ちょっと待て、俺のメンバーはあれだ、水と彦ばっかりだ。電気はやばいな。だからといって今から他の育て出すかっていう。草ポケモンだけで勝てそうだ。リーフレーターだけでいけるだろうって気もすんだけどな。木星リ、ハガネールいたな。ハガネール、レベル40だ。ダメだ、言うこと聞かない。ダンバルは5でちょっと低すぎるし、それを考えるとダンバルなんだよな。行くまでにレベル上がんだろう。こんな水飛行の超弱点はさすがに連れていけんよ。とりあえずダンバルに頑張ってもらおう。レッツゴー。いっす。元気してや、チャンピオン目指すシュウや。近接シティのジムリーダー、鉄線は電気タイプのポケモン使いだ。水タイプでいくとやばいぞ。決体の仕掛けを作っちゃったんで決まってこう。しびれる俺のハートが君の野望粉砕する。しびれる俺のハートがギタリストのジョージ。コイルは鋼だ。君じゃダメだ。悪の方がマシかな。ダメだな。電磁波はあかんって。リーフブレード。ラクライ。リーフブレードで力押しが一番だな。ダンバル。どうしようかな。あんまりいいのが。ラスカルの頭突きの力押しも悪くはない気が。でも鋼だからな、こいつ。威嚇、噛みつくか。ドーン。炎がいないんだよな、炎が。しびれる。お、来たラスカル。あ、長細くなった。まっすぐま、まっすぐになってる。バック、麻痺直し。
押すと消える。変わった。なるほどね、こんな感じでいけと。仕掛けがあって楽しいな。短板小僧のヒロトが勝負を仕掛けてきた。落雷。うん、どうにかなるな。リーフブレードで力押し。うん、やっぱ力押しが一番早い。負けると楽しくない。勝負は勝ってこそだ。バトルガールの誠、スト4に出てなかった。あれ電気関係ないぞ。リーフブレード。ヤックダンバール、強さにしびれたわ。カチン、戻れなくなってしまった。テッセンさんに鍛えられたこの俺がそう簡単に負けるはずはねえ。マイクビリリ玉、素早さの速いビリリ玉じゃないか。だから単純なレベル差的なものがね、ちょっとレベル差ありすぎだねっていう。そら俺が先に行動するさ。トゥルルルン、変えない変えない、もうこのまんま。リーフブレイド、いや楽勝ですね。高速移動、素早さアップだろこれ。さすがにこれはいらない。キュッキュイーン。テッセンさんは君の親父が生まれる前からポケモンと戦ってきた強者さ。テッセンさん年寄りか。はい、スイッチを使った仕掛けを作るのが趣味なんだ。はい、来た、じいさんだ。貯めるな。気づくの遅。お前さん、わしの前に何でいるんじゃ。食べられない仕掛けをくぐり抜けてきたというのか。こいつは面白い。近接の改造計画も一段落ついてからの、今はジムの仕掛け作りとお前さんのような若きトレーナーとの勝負がわしの勢いなんじゃ。この鉄線がビリビリビリとしびれさせてやるわ。VS テッセン。ジムリーダーのテッセンが勝負を仕掛けてきた。コイル。コイルだったか。電池は食らいそうで嫌だな。ゆけ君。まあリーフブレードで力押ししよう。二発も殴りゃ倒せるだろう。電磁波はやめて。はい、当たり。あ、しびれたかもしかして。しびれてないけど素早さ負けちゃうのか。ダンバルレベル。レアコイル。鋼あるからいい。こっちの噛みつくの方がいいか。
覚。噛みつく。2回で倒せるかな。守備力高いんだよな、コイル。ボルトチェンジ。結構なダメージ。ビリリ玉か。噛みつく。よし、いいダメージ。レアコイ、まあ、お前は噛みつくで可能な限りダメージを与えておけ。さて、ラスカル、頑張れラスカル。頭突き、ドーピングとは卑怯な。ドーン、結構いいダメージ。もういっちょ、いや、そのまま頭突こう。頭突け、全然効かねえ。ひるませろ。超音波を食らってしまった。いけ、よし、ふう、頑張ったラスカル。ダンバルのレベルが11まで上がったぜ。よしでべきじゃ、2520円をやろう。おばさんにはしびれてはい、このバッチを持っていくがいい。綺麗な色のバッチじゃないか。ダイナモバッチ、ダイナモ、ダイナモ、岩砕きが使えるようになるんじゃ。40までなら聞いてくれるようになるぞ。これでハガネイルが使えるようになった。ボルトチェンジ、ハッハ。とりあえず回復回復。はい、お願いします。お待ち。誰かのパソコン。ボックス整理。ダンバルは一旦は。とりあえずこいつにして、移動する。進化したからケイシーにしようか。テレポートしかない。まあすぐに進化するだろう。